い、高橋丈太郎でございます。この記事を読みます。はい。リーケの、リケですね。リケのメンタリスト第5。上島竜兵さんのですね、上島竜兵さんの死の真相を詮索するなと言わんばかりに大衆を批判。うん。ということですね。はい。中国共産党による言論弾圧に一役買うも国民から返り口にされ完全終了という記事でございます。はい。ということで、立花さんもなんかね動画出されてましたね。立花隆さんもね、そちらも書いてきましょうか。なんかねいろいろあるみたいですね。うん。どうしちゃったんでしょうねこの方ね。うん。すごい人気だったんですけどね、なんかおかしくなってますよね、はい、いろいろね。はい、ではありがとうございました。失礼します。